今回ですけども、この、えびせんの、えびせんべいの里の、この、えびせんいろいろというですね、せんべい買いましたので、こちら食べてみようと思います。これを購入したのは、名古屋行った時なんですけれども、セントレア空港の中に、このえびせんの里のお店がありまして、そこでいろんな種類のせんべい売ってるんですけども、これミックスで入っていて、えっ、ー、と、値段が、うーんと800円前後ぐらいだったような、 700円か800円ぐらいだったような気するんですけどもこういういろんな種類食べれてこのボリューム感もあってで値段的にもすごくリーズナブルで美味しいので名古屋のセントラア行った時にはほぼ必ずですねこのえびせんの里のこのせんべい買うんですけれどもとても美味しいのでおすすめです今回もこれ購入してみましたそして袋ですけれどもここチャック仕切りになっているので 1>, 1回開けたとしてもかなりのボリューム感なので、まあ、1回で食べることはほぼないと思いますがチャックでこう開け閉めできるので使いやすいですそして原材料ですけれどもじゃがいもでんぷんがメインで使われていますねじゃがいも日本産遺伝子組み換えでないというふうに書いてますでイカエビ、び菜種油砂糖パーム油醤油、食塩コーン油大豆タンパク、みりんたこごま 梅シーズニングわさびシーズニングいかすみもみしそ唐辛子、ブラックペッパー水あめかつおエキス粉糖海藻加工でんぷん調味料着色料膨張剤、酸味料香料甘味料甘味料はステビア入ってますね水酸化カルシウムっていう具合ですかねはい そして製造ですけれどもえびせんべいの里ということで愛知県知多郡の会社ということですお店ですけれどもこういうような感じで、えー、南知多灯籠美浜引退入り口のお店あとは姉妹店としてこちらに書いてるようにあるようですえっ、ー、とセントレアですね中部国際空港とあと金シャ横丁名古屋行くんであれば金シャチ横丁 ののの方にもあるようなのでこの辺でこ辺すね利用してみるといいんではないでしょうか、まあ、袋からこう見ていろんな種類あるの分かると思うんですけどもこれから開封していこうと思います このような感じですね。こういうイカせんべいだったり、これ梅味入っていたり、わさびのシーズニングって書いてたと思うんですけども、わさびのもの入っていたりと、あとこれみりんせんべいみたいな感じですよね。うん。で、イカミの黒いやつ。こういった感じでいろいろ入ってます。他にもまだ種類少し入ってるかもしれませんけれども、今ガッと出したので、まあ、こういう感じで、はい、こんな感じですね。 全部パリパリっていう感じ食感も良くてすごく美味しいですそれでは少し角度変えまして横から見るとこういう具合ですこんな感じですねはいどれも美味しいせんべいなんですけども少し食べてみようかなと思います うんはいこのような感じで食感がですねサクサクですごく美味しいですでイカの香りだったりエビの香りだったりそういうのがいろいろありますしあとこういう梅ですねこれ少し酸味があってうんうん これもほんのりですね、こう梅の酸味というかそういうような雰囲気が出ていて酸味があって後味も良くてすごく美味しいです。こちらのせんべいですけれどもちょっと長すいた時に食べるのもいいですしあとお酒のおつまみなんかビールとか飲む時にもぴったりですごくですね、美味しくていいです。こちらはまあど,どれ食べても美味しいので私は結構ビールのおつまみにしたりもしますしあと食後の デザートのお菓子みたいな感じでちょっと何かまだ食べたいなという時にですねこういうの食べたりするのにちょうどいいですで袋もチャック式なので少し食べたいなという時はちょっと出して軽く食べてまたチャックしとけばえあのしまったり出したりするのも楽なのでそれもいいですこのような感じでこの名古屋のセントラーへ行った時にすごく美味しいせんべい屋さんありますのでぜひですねこちらのせんべい気になりましたら 名古屋セントリーへ行ったとき購入してみてくださいおすすめです私はもう名古屋行ったときほぼですねセントリーを利用した時にはほぼこちらの煎餅欲しいなぁと思って寄るようにしています